APOD、2014年6月2日、ドラゴンのカプセルを捕まえた宇宙ステーション。宇宙基地で、ドラゴンが捕獲されました。正確には、国際宇宙ステーションが、4月中旬に、その宇宙基地への補給物資を積んだ、スペース X 社の無人輸送船、ドラゴンのカプセルを捕まえました。今日の写真では、ちょうどその民間の宇宙船を、宇宙ステーションのカナダアーム2が掴んでいます。このドラゴンには、当時の第39次長期滞在の宇宙飛行士6人と、その次の第40次長期滞在の宇宙飛行士6人が使用する実験装置と、補給物資、合計約 2.2 トンが積載されていました。ドラゴンは、国際宇宙ステーションとドッキング後、荷物を下ろし、すべての荷下ろしが終わった後に国際宇宙ステーションを離れ、5月18日に太平洋に着水しました。つい最近メンバーが揃った、現行の第40次長期滞在では、多くの任務が予定されており、例えば、国際宇宙ステーション直下で起こると想定される、緊急事態の状況を、小型の望遠鏡と位相配列レーダーを用いて監視する、ナポールミニ RSA の設備の設置などがあります。明日の APOD は、巨大なシノーズ、です。